グレート M78 星雲光の国からやってきた最強のウルトラ戦士である。ジャック生命体ゴーデスを受かれば地球人ジャック神道と合体、共に力を合わせゴーデスのマナテから平和を守る決意を固めた。だが時すでに遅く、ゴーデスの細胞は地球生物の体を犯し、恐るべき大怪獣を生み出していったのだ。危うし地球、危うし人類。ウルトラマングレートの地球での戦闘時間はわずか3分間しかない。次々に襲い来るゴーデス怪獣を相手に彼は命を懸けて戦った。身長60メートル、体重5万8000トンの巨体を生かしたウルトラマングレートのパワーは無敵だ。神はついに我ら人類に救世主を遣わした。彼の名はウルトラマン。未来に轟くその名はグレート。ゴーデスを倒したのもつかの間、新たなる大怪獣の恐怖が再び人類に降りかかった。国際的軍事組織ユーマの精鋭は戦闘機ハマーで怪獣たちの大進撃を迎え撃つ。さあジャック神道、デルタプラズマーでウルトラマングレートに変身だ。限りなく続く未来へ向かってウルトラマングレートの新たなる戦いは始まった。